ドリームキャスト。いや、でもマジでね、PC 版のね、あれ、飛鳥剣山が、ちょっとできそうなんで、よかったよ。ドリキャス版買おうかって、ちょっと。1年前、今はの氷河、全国の高校。これエミュレーターだと、この写真流れるところでもうすでにカクつく感。さてと、あれ、画面がちょっとなんかちらつくな。これで、あ、ダメだ、根元か。これで大丈夫じゃない。よし、今日はじゃあ五輪高校か。並び順がでもあれなんだな、昌磨が真ん中なんだな。総番長真ん中。でもここは×が。そうなんだよな。アキラ、ここもアキラ真ん中でしょ。あ、でも五輪高校あれか。5人いるのか。いや、関係ねえよな。昌磨、夏、ロベルト、流れ、桃とかでいいんじゃない？なんかあんだろうな。流れもまああれ、家庭用のキャラだからな。アーケードだとまあ新キャラか。ラン。これすごい気になるんだよな。ほっ、ガン、エッジがこっちなんだけど、エッジ、ガン、ダイゴじゃないんだな。すんごい細かいこと言う。ここかでもあれか。ああ、まあ確かに、ヒョウ真ん中の方がいいか。じゃあなんでこう、まあいいや。一生終わんねえからやります。屋上好き。分身魔球でね、永久できんですけどね、初代は。あれはすごかった。気狂っとる。昌磨はね、共感で浮かせなんだよ。夏の立ち絵がすごい好き。ああ、引き大パンか。引き大パン、あれだっけ、中段なんだっけ。これがショートなんだよな、確か。こんな感じだっけ。つながってね。前作でも俺あったんですけどね、前作はつながんないっていう。つながんないんだ。ジャクもダメか。ゲージない時じゃ何がいいんだ。これなのか。リレーいらねえや、これ。でね。ミッキーだとそうだ、昇竜出ないでよ。出るよ。ちゃんと出るよ。出ねえ。あ、間違えた。昇竜。斜めに入ってないのか、あんまり。リリリリー。そうだ、これか。パンチはなんもないんだけど。結構な。ナイアガラとかあった。バイアガラって聞こえたんだよな、俺昔。そんなことないか。一応これなんだよな。これだったっけ？分身魔球は。
支えた。出ないな。やっぱシビアだな、ルーティン。これになっちゃうんだよな。よーやってんだけどね。これそういえばこんぐらいだっけ。下がり方が違うんだよ。これこっから行けないんだっけ。行けないのか。一番痛そうなやつ当たり方が本当にだ。弱熱リダムと、そっか上行くんだっけ。これやって痛そう。これ狙うとこないんですけどね。たまにジャストヒットってあれ、このぐるぐるでやった方がそんなこともない。悩みどころですね。昨日からなんか全然左が相手が一発当たんねえんだ。よし、チョコレートモンのコンボ見てみようか。いい、中断。マジで。エアバースト、バーストコンは強弱弱強弱弱強強なるほど、こんなもんかな。あ、ショーは簡単だな。昔のコンプを刻みとか全然知らなかったので、こうやってます。
まあこんなもんですか、とりあえず。これなんだ。昔はでもそんなことなかったんだよ。ドリカちゃんの挿入出てた。キーディス出せたっけ？アタックデータ。アタックデータ。キーディスプレイ。ああ、上のやつか。キーディスはさすがに見れないか。これダメだな、飛びっちゃくらいとダメだな。まあいっか、やってりゃ慣れてくべ。昔はなんかいや、ちゃんと効いてるわ。強く押してるあれもないんだ。京介がデクになってしまう。もう一個の攻略本もあるんだよ。あれどこ行った、もう一個の攻略。あったあった。これもコンボ持ってんのかな、ぼちぼち。これはね、熱血青春日記の方までちゃんとやり方が書いてある。やっつなっちゃう。やっぱ夏からになってる攻略も。やっぱこの曲いい。ジャスバクのドリマガの攻略本ブックオフで100円って書いてる。今じゃでもね、注文とかするとね、結構プレミアついてるやつとかありますからね。ナッツ、ナッツのシャガ教官長かった気がする。これどうやんだっけ。なんかこんなんだよね、確か。なんかすげえギリギリいけんだよ。あべ。なんかあんじゃん。これ昔のスパイクの声、これになっちゃったんだよ。スパイクの声、昔の声の方、この投げすか、このハグを求める夏が結構する、ジャック回転レシーブ、ジャックジャック P、 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 ジャックジャック P、ジャンジャクジャク P を2セットするのも手だ。あー、初段となる、え、コードを見ながら可能な限り攻撃。いやー、なかなか
なんかあれ調整するんだよな。下がんじゃなかったっけ。なんかそれなんかで聞いたことあるね。ちょっとあれ後ろ行かないとなんか当たるんじゃない。これダメなんだ。わかんねえこれ。ジョクジョク、やっぱジョクジョクピーなんだ。もう一個の攻略なんて TK 強回転レシー TPK PP 強 P。 あーやっぱそうなんだ。基本なんだな。じゃあやっぱこれこれコツ書いてないかな。うん、コンボ。エアモロス。相手に近づかなければ2発目。弱弱強 K を先行にし、レバーに入力。ああ。威力は下がるか、前と P 締め締めてしまう。ああ難しい場合だ。いやこれむずくね。全然できねえぞこれ。ガンじゃねえ、それできんじゃん。どうだった。ダメだな。ループしか多分できねえな。はいね。ノー。あら、やばい、前蹴りでちょっと。前曲芸になっちゃう。くっそ。あんねえ、マジで当たんねえ。あーこういう感じか。なんかできちゃう。あ、でも繋がってないな。難しいな。調整が無理だ。
しれない。スタンチ。スタンしないはないか。当たんね。これ何が違うんだろうな。ダメだ、できない俺には。これでいいや、これでいいや、俺にはこれが限界だ。ちなみにあれ、調子は繋がんないの？あ、絶対繋がんない。だいぶなんかあったんだよな、あれやる方法。天井サーブとかあったの？いやー、オッケー。夏ね、使いたいんだけどな、クーポンがダメダメですね。妥協するしかねえか。いや、キャラは超好きなんですけどね。
しゃがみしゃがみなんだよなこいつ。あれ、そうこっちの方が減るんだよ。さすがにあれかな。この調子だ。じゃあ KK か。前作はキャンセルで出せなかったっすか。あれ、ええね、ついに切れる。この調子は飲んでよう動くな。これね、確定なんですよ。これね、結構割とバカにならない。こういうゲージ余裕あるときは。若干なんだ。やばい。蹴り交換交換、あ違う、ジャックジャック、ジャックジャック6回。シャイニングセーブ、爆裂部分85。もっつったい。ドベルタは楽だな、結構楽だ。あら、ここか。さすがいいか。夏に比べりゃ全然楽だ。ここだな。あれ、なんかパンチ出ねえんだ。これいけた。もこれぐらいしか書いてない。ピピピ、KK 強強、シャイニングセーブ、ダウン。シャイニングセーブの後にシャガ強系、よくわかんねえ。ロベルトはなんかま特にねえな。地上コンだと。あんま使わねえと思うけど。67でしょだって。あれ繋がってない。20違うんだけど強えなやっぱロベルト補正が乗らないんですよ。だから強い。帰るかそろそろ。流れなんか A 級だった気がするんだよな。
ももちゃん、ももちゃんか。あれボーマンになってる。新キャラだから大体ザクの後ろ。抜けた。アルカディアでね、当時ね、ジャスティス学園新作が出るって時はね、燃えましたね。あのカプエスが表紙だったのか。あー刻むやつか。3回って書いてあるけどキャラゲンだよね。ガンとかな、ね、3回入る。せえのか。あれ。そっか気をつけたから。あら、KK か。サンループはね、ガンガン基本は弱々しゃがんでる相手には4セット80体の相手に3セット。いや入らんキャラいるけどね、結構どう。ああなるほど。バイトなんだ。あー蹴りよりパンチの方が減るんだ。あ、単独ね、これ。あ、だった。あんな探知。3回入んのこれ。
頭おかしい。すごいな。これさすがに高さが変わるから。2回までじゃね。ちょっと引っ張っちゃうな。やっぱこうパンチはダメだよ。これやべえ、引っ張っちゃうな俺。どうした、あれ、ちょっと待って、こんがらがってる。当たんねー。さすがに無理だったな。弱弱強強弱弱強強。あ、でも2回って書いてある。ももくらって書いてある。あれ。あ、俺ジャックから言ってない、強制入れてるからダメなのか。そういうことか。あーダメだ、引っ張っちゃうな。もっと思いっきりダメか。スタンスだな。ダメだな俺これ。落としちゃった。いけ、ほらー、これすごいね。これで100ぐらいいっちゃうんだな。背面はいっマイク OK。 なんでだ。すごいな。もう一回。あーすごい100。これ多分3ループしたら100いくだろう。
すごい、このキャラやっぱすごい。バーストからだと3回いけるんだよ。ジャックジャック、へへへへ、頭おかしい。すごいなぁ、こんな減るのか。バカ力っすね、マジで。ガンとかやばいじゃんね、安定しちゃうじゃん、だってガンとかだと。でもっちゃん他のコンボないのか。いやもうこれしかない。 TP 弱しかねえ。プラン A、 プラン B が、あ、ランか。あーそうだ、ラン、あれ追撃できんすよね、ラン。ランのストライカーが、だからなかなかストライカーじゃねえ、ゲームが違うわ。やべ、楽しいな俺。永久にこれもできるわ、このゲーム。ラン、そうなんだよな、追撃できんだよな。前じゃ、大前ハイじゃんだっけ。ジャクジャク、パタパタラケット、強系だよな。弱系強系。ダメなのかな。あら、あれダメ。あ、おお、繋がってね。ももくらいけないのかな。なあどんな当て方だよ。安いのか、100超えてんだけど、ね、安いっつって。これがね、繋がるのがやばいんだよ。はい、こんなもんすか、とりあえず。なんでジャイアントスイングなんだろうね、このキャラ。流れは使ってましたね。キャラが5人いるからな。もう俺、これ、どれもだけでもう1時間ぐらいいっちゃうんだな。ああ、ずっと夏やってた気がする。あ、ももあれだな。あっちの攻略も見てなかったな、ももちゃん。見てみましょうか。なんかあるかな。やっぱあれなんだ。PPPP やっぱ2回って書いてあるんだ。3回じゃないよね。うん。ガンとかなら3回入るけど。で、しゃがみから行くんだったらシャガジャク、タチキョウ、K。
前木桶か。はい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 。で、蹴り浮かせで23フレまでの2プラトンが入る。まあ、やっぱロイとかクロウが、うん、3プラトンも入る。それ意味わかんねえんだよな。弱弱強強弱弱強強。コンボの方からでもいけんだ。弱弱強強結構根元なのかな。面白いキャラ、すげえ面白いキャラ。こんなキャラいねえよ。流れ先輩の方いきますか。なんか A 級あったんだよな、流れ。確かに弱、しゃがみ弱、立ち弱、片足、バタ足からあれだよな、マイケオピー、超バタ足、強パン、強パン強系、個人メドレー。え、そっちの方が減るのか。なんでだ。あれポーズが好きでしたね。え、繋がってない。間違えた。なんかもっと減ってるけど。90? あ、何が違うんだ。バチャバチャ、あー超バタ足か。あ、ジャクジャクちゃんと入れてる。大体一緒だ。頑張ればもう一発当たるみたいな感じか。なんかさっき当たり方変だったよ。はい、バーストからだと弱弱弱弱強強個人メドレーか。これ超好き。これジャクジャク超、え、あ、そっか、なんかそれだよな。それでなんか AQ あんだよな。超シャガジャク、これどうやんだ。3、特定のキャラに限定される。あー、特定のキャラに限定。まあいいや。そしこしでストーリーモードやるか。だいぶかかったけど、
しよっかな。これ一回区切った方がいいかな。ストーリー行くまでがちょっと長くなっちゃったな。まあその金尺でもよし、どうせまた後でストーリー別に上げるからいいか。夏のコンボがね、なんかダメだったっすね。うん。2年生に中1を五輪大学。助けてください。ああこういう流れか。ハニートラップ。こんな BGM か。第5回バツ。勇者しねえぞ。変装めっちゃ頑張ってますよ。プレイボールといきますか。目障りなんだよ。第一戦。あ、そっか、色があれなんだ。当たんね。そっか、あれ入ってねえから。投げるか届かない。さすがに届かない。返せんじゃな、それがしょうがない。こうなるよな。上陸。もう退場はしねえぜ。第2戦始め。黄色い。ハハハ、できねえ。間違えた。ないね、多分。あっ、いいね。準備運動は終わりだよ。かわいい、いい笑顔ですね。格好しておけよ。小物すぎるだろ。あ、かわいいな。当ててんのよ。ジェラシー。わははは。ハニトラよ。
韓国美少女、あ、かわいい、超かわいい子供、一個違いなんだけど、あ、これ分かれるんだっけ、そういえば。前作と同じ流れですこうやって見るとなっちゃんのパイやっぱでかいっす。90、あれいくつだっけ、92とかな、京子先生よりでかいんだよな確か。じゃあももちゃん、さすがか、女の子かわいいっすかね。いつでもおいで。声が優しくなったんだ。第一戦始め。あれ、ここからこうか。できねえ、カス。ああ、マジか。あ、不正保証。どああ、すげえやつ。どういうところ。やる。なにー、やべ、ほら、そっか、3人いないからあれか、出てこれねえのか。これなんかダメージ高いように。兄貴はやったな、お前かーはもう解決したから言わなくなったんですね。そりゃそうだよな。ここルート分岐、ここだけだよ。最後一緒になるんだっけ。あら、うん、あー、なんかいいっすね。これでまたあのロベルトもナッツのこと好きだったら激アツなんだけど、あいにくそういう感じじゃない。前で、バツ、うん、そうだよ、本物うぜほんとだよ
この時のショーマン本当にどうかしてて、パイピーさん、2人しかいないかな、なんか前作みたいですね、どっちが先か。プレイボールと行きますか。遊びじゃないよ。第一戦始め。ルート分岐のやつあったかな。第2話になる。第2話の主要キャラでショーモンも、ナツロベルト、どこで交わるんだっけな、なんかちゃんと書いてあるんだよな、チャートがどっかに載ってるはずなんだけど、ストーリーモードアド156ページ、ああ、あったあった、で、5話で交わるらしい。あ、5話で交わるんだ。どっち行っても。よし。ひなたちゃん。マジか。パンツが派手すぎる。あ、つながってね。あ、そっか、身長、身長が低いから。全然届かない。ちょ、パンツが。そうですね、入んねん、軸もずれんだ、来なかった、いけるよな、いくつ減るんだろう、なんかすげえ減ってる気がする、うめえ、もう退場はしねえぜ。第2戦始め。ああ、もったち。ああ、惜しかったか。なんだと。来ないね弱い弱い勝利、かわいい、マムちゃんです、かわいい、うむ、次であれが治るのかな、治るら、くっつくらしい、ボーマンデルガドじゃないですか、
どんどんなすりつけていくスタイル。これも試練なのか。ボーマンのあれジョーラこそ欲しいんですけど、あれもう手に入んないんだっけ。昔はねあれ着地際に隙がなかった、こんなふわってなんなかったから。うまい。あーしゃがみ投げ。やるな。さばきの時間だ。何かよかったね今。第2戦、始め。ダメ。あ。早いな、あれ。全然つけんだ。結構ちょっと射程長いんだもん。ええ、オスの便利だな。あ、そっか、スリークラトンできるんだ、2人しかいねえから。ジャスト。ティファニーもリトルガール、うん、本当よ。5話でくっつくらしい。5話から飛ばすから。そっか、流れ先輩じゃあロベルト対
苦しむ暇など与えるか。うわ、第一戦始め。さあやめろ。あっ、レッパあ、いい威力だな。よし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 、やっぱこれやんないと。嘘、いやー噛み合っちゃった。おほほ、いや、もったいねえ。当たんのそれ。オッケー。来年は二十歳だなって言うんだよ。第2戦始め。アリスタ。あったのその通り。これでいいや。いや、この声か。ほらぐる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 。いい流れだね。準備運動は勝利。かわいい。あ、この辺はいいや。いいや、いいやっていう、もう一回やるかな。ここで見ちゃうとあれだよな。どうしようか。あ、そっか。三浦くんでいきますか。三浦くん。あ、じゃあせっかくなんで。デモン。キックオフ。目障りだ。死ね。第一戦始め。が出るな。こっちなの。急に来た。わあ。ああ、やべえ、当たっちゃった。あ、相手をよく見て。パッパッ。俺に取れないボールはない。わかったか。なっちゃんのパッパフフィニッシュ。下から見ればロブレット目見えるけどね。空空とか出るようになってきた。あー、ちょっと今ツープラで暴れたんだけど。うー、軸ずれ。ずれちゃうんだな、それ。
いけっか。いや、あれはちょっと行きたかった。おー、うまっ、うまいな。行きたかったんですけどね、あれね、ダメでしたね。ジャストミート勝利、オイラやるぜ。エンディングを飛ばすという暴挙。てててて、太陽学園以外はそっか、あれになるんだよな。俺、五輪高校のエンディング覚えてねえな、そういえば。太陽学園と下道と清純女学院と、あと先生、他あんま覚えてねえな。生とかに、あれ、ちょっと待って、また色違いで選んじゃった。ちゃんとあの X ボタンで選ばないといけないから。そうなんだよな、ここで色変わっちゃうんだよな。はい、この色を飛ばしましょう。こちらが、キックオフ。目障りなんだよ。第一戦始め。グルヤ、グルヤ。いや。お。そういうなんか。いや。いや。チキン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 。グルヤ。チキン。チキン。チキン。グルヤ。チキン。結構削る、あれデモンキューやれてたよ、多分。あ、やべ、これでいけると思ったんだよな。今やるあれじゃなかったっけ。調子もいけんだっけ。勢いだもん、打たねえな。来ねえのかよ。あ、意味わかる。勝利決勝ゴールってとこだな。第2戦始め。当たんねえよな。ボス減るなぁ。できた。ほら、パッパッ。相手をよく見て。貫通してる。勝利。待ってろよ、コシ。髪貫通しよったな。あの、当ててんのよ。ほい。ちゃん夏。この石頭あれっす。この石頭。夏には悪いが、ここは譲らねえ。かわいいよな、あれ。第一戦始め。まじか、うわー、よいしょ。おほー、あー、抜けらんねえか。ワンちゃん、カン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 。嘘。あ、あーあーあー。ノー。勢い
始め。嘘でしょ。分身マーク。当たんねんだよな、なんか次これになっちゃうな、俺。そういえば、こんなのがあった。はじめ。え。あべバカ。相手をよく見て。一本決めよ。なんか投げん時の声好きなんだよ。ああいう時出ねえんだよな俺。あれ今の爆裂だったら言ってたもん。ロータイムで決勝ゴールってとこだな。完全に今見せ場だったのにな。地獄が真空やってるんですけど早いんだよな。だから多分あらあら、ジェラシー、かわいい。あ、流れ先輩。なるほど、これで流れ先輩来るのか。あっちの2人はね、ずっと2人だったもん。そうなんじゃ。やっぱあれだよ、左右対称だからね。あの 2P 側に行くとね、ダイゴの目がっていう。この画面はでもあれなんですけどね、ちゃんとね左右対称じゃないんですよね。ユリカの髪型とかね、第一の子ダイゴの目とか。拳で語ってみろ。まあ特定のキャラですけど、ね、何人か。始め。お、同級生か。ダイゴはダブリで、流れは大学。うわー、パラされたー。かっこいい。これ挑発確定するんですね。そう、暴れらんなかった。あ、ミスった。おかしい、いろいろおかしい。結局バタフレ。ちょっともう一回流れ。勝利。第2戦始め。
やってね。避けてみな。壮絶な上に。なんで出ねえの。なんか右神経が全然出ない。どういうことで神経出ないんですか。あ、出た。壊れたおもちゃみたい。避けてみな。すげえよ。あ、出ねえ。なんでだ。早すぎんのかな、やっぱ。話がうますぎる。左に今帰ってねえような気するんだよな、さっきから。ねえ、ああもう何だっけ、ヘッジのなんか確かバーストバーストこっちだ。避けてみな。ここでセット乱入。できるじゃねえか。惜しい。スーパーソンが死なれず。右真空全然出ねえんだよな。右真空じゃ左がおかしい多分。あるいはドリカスのコントローラーがあれなのかな。これなんか入れづらいんだよな、なんか右で真空。本当はね、右の方が真空出しやすいんですけどね、あのレバーとかだと。流れ先輩使っちゃったから、うん、超飛夏入れる。いつでもおいで。とこないのかな、やっぱ。ファイヤーを使うところ。第一戦始め。あ、死刑。嘘でしょ。間に合えないんだ。ダメ。あ、つながんねえのか。なんかジャブになんか合わせてくんな。わけわかんねえ。結局当たんねえんだな。どっから怒ってくるかわかんなかった。
使いたな。第2戦ユリコ始め。押し付けに。なんか思い出す。あのマイクオケ好きなんだよ。下がっておけすれば足りてなかった。出るの？何が言ってないんだろう。わぁ永遠にね。ハハハハ、なかなかあれですよ。聞く。バイガン。なかなかあれだったら、飛んでったらまあそれキャッチするよな。飛んでったらまあキャッチするわな。うん。霧島君。ゲド校だけか。バッドエンドあるんだよな、ゲド高校は。違う、これアーケードにもあるんだよな。バッドエンドはダメだよ。普通に考えて、アーケード。何者だ？ああ、なるほどね。襲った方の罰。暗黒星とか。おる。いやもうあれだよな、最後まで信じたかな。やっぱそういうとこは、まあ、騙されはしたけど、情に熱い。これシオマ入れなかったら面白いよな。ナッツはまあこうか。さっきロベルト外しちゃったから。流れ先輩でもあれあんまり使ってないような気もし。プレイボールといきますか。苦しむ暇など与えるか。第一戦始め。さあ、やだ、しもべよ。ここで、ジェット乱入。あっと、スーパーカーが一番先輩だ。ドアドアドア。あー、そんなの思ったほどではない。ちょうどあれか、間が空いてるか。まあ、でもそう、やだ、しもべよ。こんなに、あれやな。はい、ね、
勝利。うめえ、もう退場はしねえぜ。第2戦はい、始め。だかさっき会いましたね。わマジか、止める安い。ファイゴー、ファイゴー、やあ、はははは、やばい、わかんねえ。俺エアバーストしたつもりだったんだけど。サイド、俺に取れないボールはない。わかったか。前入っちゃってたのか。いや、バケット可愛い、いい女。はあ、最悪。あれっぽいよ、あのスクライドのなんかココナッツ三姉妹みたいな。画面に唾とか吐けばよかった。最後に気月期気持ち悪かったよな。僕が戦えって言ってるんだよ。絵が可愛い。あの絵のももちゃんやたら可愛い。ギャーがないじゃないか。ギャーが入ってないやん。ちゃっかり言う。1年前よりくらい。なんかズタズタにされてんだよ。絵違くなかったか。一緒か。なんかあれみたいな、ウエスカーみたいな感じになってた。バイオワン。精神はでもやっぱすごいなもん。こいつ。みたいな声で。うわー、かっこいい流れ先輩。お前が締めるんか。ショーマだった。どうしようも喋んなかったあれ。あー、五輪か。どうしよう。で、夏とショーマを入れない選択肢。これが俺スタイルだ。流れ先輩ってどんな髪型なのか。でもスキンヘッドでも違和感ないっつうか、スキンヘッドが一番しっくりきそう。第一のコース、流れくん。目障りだ、死ね。第一戦始め。ほい。
か。嘘でしょ。あー捕まっちゃった。あーそれなー、それ無理なんだよな。オッケー、やっぱこれでしょ。うん、いい顔してる。第2戦始め。あれ繋がんない。あ、首、首だよそこ。ダメだよ、首だよ。やべ、うめえ。いけない。あはは、首が入んねえよ、全然入んねえ。ダメだった。ちょあ、ミスだけど OK だろ。綺麗にコンボで締めたかった。まあ、一緒。見え。勝利。OK。これそうだよな、太陽学園以外だとこれあれクトンズ脱弾されてるやつね。これ結構好きなんだよね。4日後これ嫉妬とかなんか屈辱とかなんか相当あれだろうな。次回作が楽しみなんだったんだけどな。あ、なんかいい、ちゃんとあのキャラによってフォントが、あ、あ終わった。制服ももちゃんかわいいね。そうだよね、エンディングとあんま変わんない。ああ、そうっすね。もうゴリゴリだ、昔のアニメみたい。いいっすね、こういう風になるんだな。ああ、いいね、こんなエンディングだったか。全然覚えてない。全然覚えてなかったな。なんかもう秀夫先生とな、京子先生はもうなんかもう本当にラブラブだったから、いつ結婚するんですかぐらいの勢いだったから。
謎の踊り。そういえば千鶴も勝ったら謎の踊りをしていました。キラちゃん、ここのスコアなんかそういえば残んないんだっけ。やってた記憶はあるんだけど、かわいいアキラちゃんを見ますか。じゃあ見切った。食らった時の顔、あんなに激しい顔になる。最後のスクワットみたいな。よっしゃ、とりあえずじゃあ五輪。いやーにしてもね、マジでね、右側でね、本当にね、昇竜がね、出なくて、昇竜とか真空が出なくて、やってみますか。さすがにまずいよな。しまった、流れ昇竜ねえ。あ、コンボがひどかった超トルコ。ここからは何もない。超バタ足。あ、ビロビロ出ねえんだけど。え、出るか。やっぱなんかあれだな。左が多分入力できてないけど、目いっぱい左に入れればちゃんと出る。あ、出ない。なんか蹴り、なんでこんな出ねえんだ。すごい、今のはあのコマンド間違えた感じで。サーチするんだ。ジャックはサーチしないのか。逆になっちゃった。早いな多分。人が早すぎて受け付けてねえんだ多分。早すぎる。あれ流れ、あのリターンって、あ、ちゃんとなる。ああ、え、背面だからかな。背面だと、あ、そうなんだ、ちゃんと。オッケーオッケー。というわけで、クリアしたって2時間か。分かった。早かったから、あの2回目の波動しか多分受け付けなかったんだろう。あー、やっぱそうだ、早いわ実際、入れてんの早いわ。遅めに
あ、出る出る出る、全然出る。あ、やべえ。早く入れすぎなのかな、交換、交換も、だから、あれか。あー、やっぱ早く入れすぎなんだ。そんなに早く入れてるつもりないんだけどな。これぐらいであるか。ジャクジャクやったらもうすぐ押してくから、何の曲やるんだろう。ボタンはだってさすがにな、コマンド入力は。ああ、やっぱそうなんだ、しかも繋がってるし。今度からもっとゆっくり正確に入力するんじゃない。